辛い睡眠障害、原因と改善方法を中国語で解説します。今回はこちらのショート動画、この時期の睡眠障害について詳しく解説していきたいと思います。この時期の睡眠障害は寝つけないやつちょっと嫌、トイレの時期のちょっと嫌、それがこの時期寝れんやつ、寝つけない時頭冷やして食事を減らすも効果あり、トイレの時期の水分減らそう、日中運動するもいい、ぐっすりしたいよね。お大事に。睡眠障害悩んでる人多いですよね。この時期は特に睡眠に関する悩みも増えるかと思いますよね。暑さで寝苦しいとか、寝つけないとか、途中で目が覚めちゃうとか、日が昇るのも早いので早期覚醒しやすいですよね。あと水分もたくさん取る時期なので、夜中にトイレに起きたりすることもあるかもしれないですね。クーラーが切れると起きてしまったり。ありますね。そんなこの時期の睡眠障害の改善方法解説していきます。この時期だけじゃなくてね、一年中通じて活用できるので、ぜひ最後までご覧ください。で、今回のお話は睡眠と体の仕組みっていう観点から、どうやったら安眠につながるかっていうのを中心に説明していきますね。中医学的安眠方法。まずは睡眠のメカニズムから。基本的に眠たくなるときっていうのは、頭に血が来なくなるときなんですよね。血が来なくなる？はい。食べてすぐに胃に血が集まったりした時とか、頭に血が足らなくなります。逆にたくさん考え事をしたりとか、血圧が高い方、お酒を飲んですぐなんかも頭に血が上ってしまって、まあ血流がすごく頭の中いいですよね。でそんな時なんかには寝つきが悪くなったりとかしたり、あとは眠りが浅くなったり、途中覚醒の原因にもなりますよね。あとこの時期っていうのは当然暑いので、頭に熱がこもってしまうこと、これも原因としてありますよね。なるほど、確かに頭が動いてる時には眠くならない。でもお昼ご飯食べたとはいつも眠くなる。それをたくさん食べすぎて一気に胃に血液が集中しちゃうから。だからたくさん食べて苦しい時、常に胃が働いている時にはやっぱり眠くなっちゃいますよね。なるほど。この頭に血が来ていない状態っていうのは、頭がね、むくんでる時っていうのもあるんですよね。すなわち水分が多くて、ぼーっとしているようなイメージですよね。頭がむくむ？むくむんですよ。むくむと血行が悪くなるので、血が来なくなって眠たくなるんですよね。枕なんかでね、テンピュール枕、ああいった系の、すごく安眠枕ってあるじゃないですか。あれは頭をこう、包み込むような感じの、沈むような枕ですよね。頭を包み込むことで、脂肪を溶かして、湿気を多くしてむくませている、こんな状態を作っています。安眠枕ってそういう仕組みなんですね。なので安眠のコツっていうのは、いかに頭に血を流さないか、頭を冷やすか、頭をむくませるかということになっていきます。なるほど。具体的には何をしたらいいんですか？ポイントは3つ。まず1つは食べ過ぎないこと。胃に食べ物が残っていない状態で寝れること。これが一番理想的ですよね。その2。頭の方が熱い状態なら氷なんかで冷やしてちょっとクールダウンすること。そしてその3。適切な枕を選ぶこと。安眠枕のように柔らかい枕っていうのは保湿を維持するような効果があるんですよね。それによって深い眠りを作るのにはすごく向いています。いつまでも頭がむくんでいる状態、湿気てる状態になってくるので、途中覚醒することなくてね、朝までぐっすり眠りたい方にはおすすめですよね。安眠枕一択。いやいや、でもデメリットもあるんですよ。なんかずっとむくんでるような状態を作ってしまっているので、目覚めは悪くなりますよね。いつまでも眠くってぼーっとしたり、またはむくんで鼻水が出たりとか、あとは喘息が出たり、無呼吸症候群とか、時にはね、いびきをこう起こしてしまったりとかですね、そういったちょっと無用なトラブルにもつながりやすいですよね。なるほど。じゃあ反対に硬い枕はどんな人に向いてますか？硬い枕ね、頭の通気性が良くなるので、
頭に熱がこもっている時っていうのはクールダウンができて寝つきが良くなるんです。朝起きた時もむくみがない状態ですから、すっきりと目覚めることができますね。すっと寝れてさっと起きれる。日中運動して疲れてる人にはこっちの方が向いてるかもしれないですね。深く長く寝たいなら柔らかい枕、クールダウンしてすっきり目覚めたいなら硬い枕。あ、まだあった。ポイント4つ目、これは寝る前の考えすぎ。これもダメですよね。スマホとかテレビ、パソコン、これ控えること、これもとても大切ですね。寝る前スマホ、頭に血が上るからダメなんですね。その通り。待って、あともう一個追加します。その5、これはお風呂なんかで血行促進マッサージすること。手足が冷えてたりとか足がむくんでる状態で、そうすると冷えのせいで頭の方に血が巡ってしまうんですよね。この血行不良良くないですね。全身の血行を良くして頭の方の血を末端まで流すこと、これが狙いになります。だからお風呂に使っていただいて、手足のマッサージやグッパグッパの運動ですよね、これしていただくこと、これすごくいいですね。グッパグッパ、そうそう、グッパ体操ね。そんな感じで拍動のリズムに合わせて末端まで流れろっていう感じで、ちょっとこう握ったり開いたりとか、その意識が入ってとても大切ですよね。わかりました。あと細かいことですけども、寝る前の水分補給はちょっと控えてもらうこととか、あとは手足を冷やさないためにエアコンをつけるなら布団をちゃんとかぶって寝るとかですね、まあ、細かいですけども、そんなことも大切にしてください。これなら安眠できそう。はい、ではまとめです。睡眠を妨げる原因というのは、頭に血が上ってしまっていること。頭の血を全身に流したり、頭の熱を冷ましたり、あと頭をむくませて頭の血流をちょっとゆっくりとさせること、これも安眠につながります。ポイントは3つプラス2個で合計5つありました。食べ過ぎない、頭に血が上ってるなら冷やす、その日の自分に合った枕を選ぶ、考えすぎたりとか目を使ったりとかして頭に血を送らない、そして手足の末端にまで血流を流して頭から血を全身に向かって流してあげる、これら簡単ですぐに取り入れることばっかりです。睡眠でお困りの方、ぜひお試しください。ありがとうございました。みんなゆっくり寝てくださいね。みんなニコニコ注意学、笑顔の処方箋。